はい、それでは第2部に移ります。第2部はですね、最初にご説明しました通り、ゼロカーボン社会ってをテーマにパネルディスカッションを行います。まずはパネリストをご紹介させていただきます。高校生を代表して、嵯峨野高校の星川さん。嵯峨野高校1年の星川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次に北陵高校の天野さん。北陵高校2年の天野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして洛北高校の花田さん。洛北高校1年の花田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして第1部でもご好評の方をいただきました、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長の江守誠太先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後に、このパネルディスカッションのコーディネーターをお務めいただきます、京都大学大学院地球環境学堂教授でいらっしゃいます、宇佐美誠先生です。宇佐美先生、どうぞよろしくお願いいたします。それではこの後よろしくお願いいたします。それではマイクの方お預けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速第2部の方に入っていきたいと思います。第1部ではですね、半径 XKM の気候アクションということで、この気候変動問題を受けて、どういうことを具体的に行動することが考えられるかということについて、高校生の人たちからそれぞれいろいろなアイデアを出していただきました。で、私自身もですね、この発表やそれからその後の質疑と、さらには江守先生のですね、コメントも含めて非常に刺激を受けて聞かせていただいたんですが、この第2部ではですね、少し、後ろへ下がってといいますかね、そもそもというそういうところから話をしたいと思います。つまり、気候変動問題っていうのは今現在どんなことになっているのかということ、あるいは、それはどういう原因で起こっているんだろうか、あるいは今後はどういうことになるんだろうかというようなことをですね、考えると同時に、そしてその上で第1部といわば寄り合わせるような形で、じゃあそれを受けて今後我々はどういうふうにしていくべきなのか、こういうような形でですね、話を進めていきたいというふうに思います。で、パネルディスカッションのおおよその流れですけれども、まず最初にですね、先ほど第1部でも、いろいろ貴重なコメントをしていただきました江守先生の方からですね、ごく短いプレゼンテーションをしていただきます。で、それを受けて、パネルディスカッションで、高校生の3人の方と、それから江守さんも含めて、ディスカッションをしていただく。で、その後ですね、時間がたくさんは取れないかもしれませんけれども、フロアにオープンにしますので、ぜひですね、質問やコメントをどしどし出していただきたいというふうに思います。それじゃあ限られた時間ですけれども、第1部と同じくですね、楽しんでいただけたらというふうに思います。それではですね、このパネルディスカッションのそのテーマというのが言うまでもなく、この気候変動、これがどういうふうにこれまで進んできたのか、あるいは先ほど少し触れましたけれども、原因は何だろうか、あるいは今後の見通しはどうだろうかと。で、さらにですね、この気候変動問題、私自身は専門がちょっと別のことをやっていまして、私は法学部でて法哲学という理論的なことをやってるんですが、数年前にですね、気候変動問題について関心を持って、これについても自分の専門の観点からですね、考えるようになったんですが、それで一つ非常にびっくりしたのはですね、非常に長期的な問題だっていうんですね。そしてしかも、だんだん事態がこう悪くなっていくんじゃないかというふうに、まあ、はっきり言うと悪くなっていくだろうというふうに予測されているということで、そうすると若い世代はより深刻な影響を受けるのではないかと、こう通常考えられているわけですね。で、まあ、そういう趣旨もあって、今回、第1部だけでなくこの第2部もですね、高校生の皆さんに集まってもらっているということがあるので、こういうですね、将来の一層ひどくなると考えられているこの影響、あるいはそれを防ぐにはどういうことが必要なんだろうか、このあたりについてですね、まず、江守さんの方からプレゼンテーションをお願いしたいと思います。それじゃあ江守さん、どうぞよろしくお願いします。はい、宇佐美さん、ありがとうございます。それではですね、お話しするのはもう
今日参加してくださっている高校生の皆さんにはもうお話ししたしよく理解していただいていることだと思うんですけれども、これをまあ、録画とかでご覧になっている皆さんに向けて基本的なことを改めてちょっとお話ししたいと思います。まず地球の気温が上がってますねということですけれども、これは1950年からですね、最近までの、グラフなんですけれども、ちょっと待ってくださいね。はい、世界平均気温のグラフで、まあ、エルニーニョ、ラニーニャとかいろいろあって、そのなんか上がったり下がったりしますけれども、長期的にはですね、80年代、90年代にこう上がっていって、でその後あんまり上がってないように見えたけれども、やっぱりまた上がったねと。で去年の2020年っていうのは、2016年等のタイ記録で、まあ、過去最高のタイ記録だったということです。で、まあ、自然の変動が重なっているので、まあ、短期的に見ると分かりにくいんだけれども、長期的にはこういうふうに上がっているということが、見て取れるわけですね。で、それで原因はですね、もちろんその人間活動によって大気中の温室効果ガスが増えていると。でそれはまあ、主に二酸化炭素ですけれども、それによってその地球から宇宙に向かって赤外線というのが出にくく逃げにくくなっているので、それによって気温が上がっているということはもう科学的には非常によく分かっています。で何が起こるかということですけれども、まあ、海面上昇ですね、まあ、それによって沿岸域とか小さい島国とかで水害が増えます。でそれから洪水だとかその強い台風とかハリケーン、これは気温が上がると大気中の水蒸気が増えるので大雨が増えたり強い台風が増えたりすると。それから、熱波ですけども当然暑くなりますので熱中症などの健康被害であるとか、5番食料不足、6番の水不足ということですが、これは大雨が増える一方でですね、乾燥地域ではよりその干ばつが増えると、逆に雨が降りにくくなる。で世界的に見ますと中東とかアフリカとかので、まあ特に貧しい国が多いわけですけれども、そういうところで干ばつが増えて、食料危機、水危機、で、まあ、難民が増えたりとか、そういうことも心配されます。でそして海の生態系、陸の生態系のダメージということで、サンゴが白化したり死滅したりとかですね、いろいろとすでにそういうことが起きています。で、というわけ で、まあ、これらに対してですね、まあ、止めなくちゃいけないと、温暖化がそのどんどん進んでいくとこれらの影響が、どんどんひどくなっていくので、まあ、温暖化止めましょうという議論は、まあ、30年前から国際社会はやってるわけですけれども、でその現在の到達点が皆さんご存知のパリ協定であると。でこれがその国連の、条約の下で2015年に合意されました。で、特にその中で長期目標というのは合意されてまして、ここに書いてあるように世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つとともに 1.5 度に抑える努力を追求すると、これが合意されたわけですね。で、世界平均気温っていうのはすでにこう上がってますので、産業革命前に比べてすでに、まあ、およそ1度で、まあ、去年の時点では 1.2 度もうすでに上がったというような言われ方もしてきております。でそうすると 1.5 度まであと 0.3 度しかないと、でその 手前で温暖化を止めたいということになっているわけです。で世界平均気温が対策しないとどんどん上がっていって4度ぐらい今世紀末までに上がるよと。で 1.5 度とか2度目指すとこういうふうに止められることが、まあ、まだできるよというわけですね。でこれいつもお見せしている気温の、シミュレーションなんですけれども、上が対策なしのケースで、下が2度目を目指したケースで、ここ年が書いてあって1950年から始まっています。で赤が温度が上がる色で、青が温度が下がる色で、で、まあ、ゆらゆらとですね、自然の変動で、赤が出たり消えたり青が出たり消えたりしているのが分かると思います。でまだ過去ですので上も下も同じように変動しているんですけれども、北極海のあたりからだんだん赤くなっていきました。そしてそうこうするうちにですね、2021年を超えていきましたけれども、地球全体はだんだん赤くなっていって、で、特にですね、北極海のあたりが赤いから黄色に変わっていってます。で30年代40年代まだ上と下の全体的な赤さの違いそんなにわからないんですけれども、これが50年代60年代になっていくとどんどん違いがはっきりしていって、で下の方は2050年ぐらいの赤さでゆらゆらしてるんですけれども、上の方はどんどん赤から黄色になっていってですね、で特に北極海は氷が減って非常に温度上昇が大きくなっています。
で2100年になりますと、まあこうなって、もう上と下が全然違うわけですね。でもう上の方になると大変なので、この下の方を目指しましょうと言ったのが、言ってみればパリ協定の長期目標であると。それで、じゃあ、どうやったら、どれぐらい対策をすると、その、2度とか 1.5 度で温暖化止まるんですかというと、パリ協定に書いてあるのは、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡を達成すると。つまり、人間活動で排出する量と吸収する量をバランスさせる。これがそのネットゼロとか、実質ゼロとか、カーボンニュートラルとか、いう言い方をしているものです。で、まあ、吸収ってそんなめちゃくちゃ増やすことはできないので、基本的には排出をですねゼロに近づけていくことを意味しています。で、この世界全体の CO2 の排出量のですね過去からのグラフを見ますと、だんだんその毎年出す量というのはこうやって増えてきて現在に至るわけですね。で、これがさらにどんどん増えていくと、さっき見た4度温暖化する世界になります。で、そうではなくて、これをどんどん減らしていってですねゼロにしたいと。で、できるだけ早くゼロにしたい。早くゼロにできるほど、より低い温度で、温暖化が止まる可能性が高くなります。そして 1.5 度で止めるのであれば、2050年にですね世界の全体の CO2 の排出量を実質ゼロにするというのが、目安になります。で、まあ、これを今国際社会を目指し始めたということです。まあ、ご存知のように日本もですね菅総理が、2050年に脱炭素社会を目指すというふうに宣言を、されてですね、まあ、それによってその産業政策とかエネルギー政策とかすごい勢いで今日本でも動き始めました。で、まあ、どうするんだと、どうやったらその、排出ゼロできるんですかということを考えると、まあ、一番大きいのがエネルギーなわけですね。つまり化石燃料、石炭、石油、天然ガスを燃やして出てくる二酸化炭素というのが、特に日本の場合、その温室効果ガスの排出の大部分になっています。で、このグラフは世界全体なんですけれども、世界全体ですね、温室効果ガス、化石燃料でエネルギーを作ってるっていうのは、その全体のエネルギー作ってる量の8割ぐらいです。で、しかも石油、天然ガスはまだ需要がどんどん増えてるわけですね。で、一方でこの右側3つがあの CO2 を出さないエネルギー、原子力、水力、再生可能エネルギーで、水力以外、つまり太陽、風力、バイオマスなどです。で、これがですね、再エネすごい勢いで増えてるんですけど、まだこんだけしかないと。で、これがさらにすごい勢いで増え続けて、で、どん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 増えていってですね、最終的には、まあ、これをほとんど置き換えてしまうと、いうことが起きなくちゃいけない。まあ、これを大雑把に言うと、まあ、これを目指し始めたということですね。で、まあ、これができるかどうか、どうやったら早くできるのかということを、まあ、世界で今考えているというふうに理解できるのかなというふうに思います。はい、僕からは以上です。はい、ありがとうございました。気候変動問題というですね非常に複雑で巨大な問題を分かりやすく、示していただいたと思います。と同時にですね、非常に深刻な状態、またその深刻な状態が少しでも早く良くなるように、どういうことが求められているのかということについても明確に示していただいたと思います。それじゃあですね、この提題を受けまして、早速高校生の皆さんからですね、どういうふうに今のプレゼンテーションを聞いたかということについて率直な意見を順番に言ってもらいたいと思います。で、3人発言してもらった後にですね、江守さんの方からまとめてリプライをという形で進めたいと思いますので、よろしくお願いします。まず星川君はいらっしゃる。はい、星川です。あ、失礼しました、ごめんなさい、星川さん失礼しました。はい、はいはい、お願いします。特に気になったのが最後のスライドなんですけれど、現在のエネルギーの使用の状況について、やはり、再生可能エネルギーの割合が増えてきてはいるんですけど、例えば石油、石炭に比べるとまだまだで、その、点線で、なんだろう、今後の増加量というのを示されていたんですけれど、今のこの状況、再生可能エネルギーの使用に向けた動きを見ていると、少しそれを達成するには遅いというか、
もう少しテンポ、ペースを上げて対策に取り組んでいかなければならないのかなと思いました。また、今政治の分野で政治を行っている人は、まあ、おそらくというか、まあ、2100年までは生きてることはないというか、はい、ですけど、そういういわば当事者ではない人たちが政治の中心となっていることが、そういう原因にもなっているのかなと思いました。以上です。はい、どうもありがとう。それでは続いて、ちょっと先ほど間違えてしまいましたね。失礼しました。天野くん、次お願いします。はい。私はちょっとスライドじゃないですけど、まあ、ちょっと書いてきたんで、見てもらったらいいかと思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、その発表を見て、まあ、そうやって、まあ、大変なことになっているなというのと、だけど、まあ、伝えるのは、それだけじゃダメなんじゃないかなっていうのを思いました。まあ、江守先生の発表って、まあ、まあ、大きく、その省エネを、の、っていうか、電気を使わないで解決、もともとの電気量を減らしてとか、もう再生可能エネルギーを使ってその石炭とか、まあ、石油とかの分を補っていくっていうなんですけども、どちらかっていうと、まあ、そっちっていうか、まあ、それだって結構難しいっていうか、僕はもう本当にあんまりそういう知識とかもない方なんで、まあ、一般の人もそうだと思うんですけど、僕はちょっと難しいかって思っちゃうところもあるんで、僕はそういったかなり難しいものよりももっと簡単なメリットを提示してほしいなっていうのがあって、まあ、例えば、まあ、僕たちと同じ高校生なんですけども、まあ、高校生でもちょっと壁に断熱材を教室でね貼って、ちょっとそのエアコンでその電気をの使用量を減らしたりとか、もっとなんか街の白熱灯の街灯があるんですけど、まあ、それを LED に、高校生と街の電気屋さんが LED に変えてもう電気を減らして、それで、町の人の負担も減らしていくっていう、両者ウィンウィンのやつ、まあ、そういうやり方っていうのが、まあ、どんどん、まあ、各地でやってるんですけど、そういうのをもっと、どん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 アピールしていったらいいかなっていうのを、まあ、発表でちょっと感じました。はい。はい、はい、どうもありがとう。それじゃあ続けて、花田さん、お願いします。私が気になったのは、先ほどスライドでパリ協定が2015年に採択されて、気温上昇を2度未満、できるだけ 1.5 度に抑えましょうっていうことがもう5年ぐらい前に決まっているのに、日本の目標としては2020年の末に排出量を実質ゼロにしますっていうことがやっと示されたと思ったんですが、日本の対策がこれだけ遅れていることや、それについて、それじゃダメですよって、例えば環境の専門家であったり、普通に国会の人たちでも、そういうことを言って、もっと改善しようって言った人たちがいなかったのか、どれぐらいいたのかっていうのを知りたいなと思いました。はい、どうもありがとう。3人3様にですね、多様な反応があったと思いますけれども、ちょっと一度にお答えするのが難しいかもしれませんが、江守さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと順番にいきますと、星川さんのですね、再エネの増加は今のままじゃ遅いんじゃないかという心配ですよね。そうですよね。そう思います。そう思いますっていうか、ここから、やっぱりこう全力で加速していかなくちゃいけないと思うんですけれども、今、まあ、幸いなことに太陽、とか風力はどんどん安くなってるので、増えると思います。しかしながら、まあ、いろいろ、まあ、さらに安くしていくとか、その電線にちゃんとつなげるようになるとか、それから太陽風力変動するので、それでちゃんと需要と供給をバランスさせるためにいろんな工夫が必要だとか、あとその結構ですね、日本では太陽光って乱開発されて、結構そのなんか山の木を切って乱暴に増えたりとかしてるんで評判が悪いんですよね。
でそういうのも是正していかなくちゃいけないとか、そういうまあ課題をクリアしながら、まあ、全力で増やそうと、で、まあ、日本もようやく全力で増やそうという、まあ、方針になったかなというところです。で、まあ、政治家は2100年まで生きてないじゃないかっていう、だから真面目、なんか真剣に考えられないんじゃないかというところ、まあ、ここはちょっと、まあ、いろいろ諸説、いろんな説明があるかと思うんで、ちょっと花田さんのところと合わせて、コメントしたいなと思います。で、天野さん の、 あのコメントはおっしゃる通りで、まあ、需要を減らすっていうのが、これはあの、その、ですね、エネルギーの供給を CO2 出ないものにするっていうのと並んで、まあ、重要な柱ですね。で、まあ、僕はちょっとまあ時間の関係もあって、エネルギーの供給を CO2 出ないものにするというところだけ言いましたけれども、需要を減らすということが重要であると。で、しかもまあそれは我慢ではなくて、断熱を良くするとか、機器の効率を上げるとか、で、まあ、あとあの IT をですね、いろいろ使っていくと無駄なあの電気が使わなくなるんじゃないかみたいなことも多分いろいろあるので、あの、まあ、例えば使ってない部屋の電気は勝手にあのセンサーが感知して消えてくれるとかですね、あるいはその、エアコンは自分が帰ってくる何十分前に勝手に AI が判断して入れといてくれるとかですね、なんかそういうふうにだんだん多分なっていくので、そういうことも含めて、需要を減らすっていうことはあの、まあ、今後進んでいくし、よりその制度を作って進めていかなくちゃいけないところだと思います。で、みんなもそういう理解をしてもらう必要があると思います。ありがとうございます。それであの、まあ、花田さんのですね、日本の対策遅れてるんじゃないかと、 なんで今までちゃんとそのやれっていう人がどれぐらいいたのかっていう話なんですけど、これはね、まあ、いろいろな見方があると思います。で、あのもっとやらなくちゃまずいじゃないかっていうふうに言ってたのは、割と、まあ、いわゆる環境 NGO、 環境活動をしている、まあ、市民団体の専門家の人たちであるとか、まあ、あと一部 の、 その野党の議員とかですかね、はあの言ってたんですけれども、で、まあ、これはあのちょっ と、まあ、僕のなんていうか、個人的な見方も入るかもしれませんけれども、やっぱ日本ではこの話はやっぱりそのいわゆるその産業界の声が大きくて、で、産業界は今まではそういう、エネルギーの作り方とか大きく変えると電気代が高くなるんじゃないかとか、いろいろあの非常にその変わりたくないという声の方が大きかったんですよね。で、しかしながらあの今その外国もみんなそういうふうになってきたし、それで再生可能エネルギーも安くなってきたので、もうその産業界にとってもそれやらなくちゃいけなくなったので変わったみたいなところが、ようやく日本にも来たっていう、まあ、なんかそういうふうに見えます。で、まあ、これはあの見る人によっていろいろな意見があるかもしれません。で、それ、まあ、それがちょっと最初の星川さんのですね、2100年まで生きてない人が決めてんじゃないかっていうところとも少し関係してるかなというふうに思います。はい、あの僕から以上です。はい、ありがとうございました。今のですね、あのご発表の中にもあったように、気候変動問題 の、 あの原因のところをですけれども、人間が出す温室効果ガス、まあ、特に二酸化炭素があの一番重要なガスということのようですけれども、これがまあ原因だと。これはあの、第一部の方で、江森さんからあの東南高校へのコメントのところでもあの少しその話が出たと思うんですね。で、そこで、これもご発表にあったようにパリ協定では、出す炭素とそれから吸収する炭素っていうのをゼロにしようと、これをちょうど均衡させようと、これが、ゼロエミッションとかゼロカーボンというふうに言われるわけですね。ということでこの第2部の、パネルディスカッションのテーマがゼロカーボン社会というふうになってるわけですが、ところがですね、もうすでに2020年、もう年も明けて2021年というこの、時点になって、しかしなお世界中で膨大なカーボンが排出されているというようなことがあるわけですね。あるいは日本について考えてみると、世界では77億人、日本はそのうちのたった1億3000万人ですけれども、排出量はというと世界で第5位、これはもう皆さん知っている人多いと思います。で、昨年からはコロナでですね、一旦世界的に排出は減ってるわけですけれども、コロナはいずれ、終わりますから、終わったら跳ね上がるんじゃないかということが、まあ、心配されている。そういうふうに考えてくるとですね、このゼロカーボンっていうのは、目標としては
大切なんだな、これぜひやらなきゃいけないんだなと分かるんだけども、じゃあどうやってその目標に近づいていくのかということが、非常に重要になってくるというふうに思うんですね。で、じゃあこの目標を果たそうとしたらですね、社会のさまざまなセクター、さまざまなアクター、そういった部門だとか、それぞれの部門の中で行動している人たちがどういうふうに行動をするべきだっていうことが考えられるか、このあたりについてですね、ぜひ高校生の人たちから意見を聞きたいと思います。具体的には例えばここ前でももうすでに話の中に出ていた政治家、あるいは官僚とかですね、あるいは、国だけじゃなくて自治体の職員さんたち、あるいは、企業ということも重要だと思います。企業が、特に大企業が排出源のかなりの割を占めているということが、まあ、データから分かっているわけですね。あるいはマスコミということも考えられるかもしれない。で、私から高校生の皆さんに投げかけたい質問はですね、誰が具体的に何をやるべきなんだろうか、やったらいいんだろうか、そういうことについてですね、ぜひ意見をお願いしたいと思います。じゃあ、先ほどと同じ順番で、まず星川さんお願いします。はい、私はやはり一部の政治家というのが、あ、聞こえますか？はい、大丈夫です。はい、やはり今政治を行っているのは一部の政治家の人なんですけど、すいません、私たち国民市民が、まあ、声を上げていくことで変われる可能性、変われると思うので、ですが、やはり例えばテレビやそういったメディアで温暖化の危機について知っても覚えて、それをずっと、あ、例えばそれこそグレタさんのようにそれをずっと覚えて行動に移せる人もいるとは思うんですけれど、多くの人はその場限りで、あ、怖いな、気をつけないとな、気をつける、あ、すいません、省エネとかそういうことに努めないとなと思うだけになってしまうことが多いと思うので、マスコミとかメディアが、継続的にそういった地球温暖化に関する報道をしていくことが重要かなと思いました。で、具体的には、朝晩のニュースなどで、例えば数字を示して、例えば、CO2 の排出量であったり、それによって生じるであろう影響であったりなどを示すことで、危機感を煽って、忘れないということができるのかなと思いました。以上です。すいません。はい、どうもありがとう。マスメディアが持っている重要性ということを指摘してくれたと思うんですね。特に継続性、継続的な報道って大事じゃないかっていう、そういうことを言ってくれたと思います。花田さんどうでしょうか？はい、私は政府や地方自治体の働きが重要になってくると思いました。まず政府の働きとしてはもう当たり前のことなんですが、例えば2050年に排出量実質ゼロっていう目標に向けての計画がちゃんと間に合うように絶対に達成できるような計画をすることで、それに必要なら例えば、花田さん、ミュートに一度なってしまいました。すいません。もう一回いいですか？政府が2050年に間に合うように計画を立てるっていうところまでは聞こえたんですが、我々その続きちょっともう一回いいですか？はい、計画をして、
例えば再生エネルギーの転換とか、そういうことに対しての資金援助が必要だとか、業務を改善するような命令が必要ならするとか、いろいろやることあると思うんですけど、計画も立ててちゃんと実行に移すということを、新しいことを始めるんじゃなくて、実行すれば状況の改善につながると分かりきっていることをきちんとしていくことが重要だと思いました。それから情報開示、これまで実施したことについての成果や、それで達成できなかったことで、まあそのままで2050年に間に合うかとか、こと細やかに出なくてはいいので、成果があったのかなかったのかだけでもしっかり国民に開示する必要があると思いました。こういうことにはある程度は国民の協力も必要になっているので、協力してもらうためにもちゃんとやってますよということと、成果もありますよということを開示する必要があると思いました。それから地方自治体の働きとして、一般市民の声は、国よりも地方自治体の方がかなり届きやすいと思うので、さっきの半径 XKM の気候アクションの動画にコメントをくださって、京都市議会が政策強化の要望を出しているっていうことを書いてくださったんですが、そういうことだけじゃなくて、住民の生の意見も国の中心部に提出していくことが重要かと思いました。以上です。はい、どうもありがとう。国と自治体にそれぞれ分けて、国の方では、再エネの転換その他だけでなくて、情報の開示ということを言ってくれて、この情報開示もですね、先ほどもう一つ挙げてくれた自治体がですね、先陣を切ってかつて進めたことが国を動かして、情報開示、今日本でもしっかりした制度を持っているわけですけれども、これをですね、気候変動のところでも使うという、そういうアイデアを出してくれたと思います。それから自治体については、国にですね、住民の声をしっかり届けるということを、言ってくれたと思います。この今日のイベントもですね、京都府のおかげで成立しているわけですが、京都府の方々に今の花田さんの声が届いたのではないかというふうに思います。こういうわけでですね、その社会のいろいろなセクター、あるいはそのセクターの中で、行動をして仕事をしているアクターの人たちがですね、それぞれどんなことをしなきゃいけないかということを2人から意見をもらったわけですが、じゃあその次にですね、ぜひ皆さんと一緒に考えたいなと私の方で思うのはこういうことです。それぞれの、部門の中で、専門的に仕事のとして、こういうことをやるべきだ、あるいはこういう機関が、こういう組織がこういうふうに行動すべきだというのがあるとして、じゃあ我々一般市民は、私のようなですね、年配の市民は散々これまでの人生でそのたくさん温室効果ガスを出す、そういう大量生産、大量消費の利益を得てきたわけですけれども、我々のような世代どうしたらいいんだろうか、あるいは皆さんの世代どうだろうか。先ほど、もうすでにここまでの話でも出ているようにですね、将来の世代、あるいはより若い世代というのはですね、より悪い影響を受けるというふうに考えられていて、それを止めるためにということで、先ほど の江森さんのご発表にもあったように、エミッションを排出を減らすという目標があるわけですから、その若い世代の皆さんはですね、じゃあどういうことをこれからするべきだと考えるか、このあたりについてですね、ぜひ聞いてみたいと思います。天野君、よろしいですか。はい、はい、私はこんな感じですね。積極的な受信と発信っていうので、まあ、やっていければいいんじゃないかなと思いました。まあ、その積極的な受信っていうのは、まあ、そうやって情報をそうやってなんかテレビから聞いたとかで受け取るだけとかじゃなくて、まあ、それを受け取った後にそれを観察したりとか、他にも広い視野でそれを見て考えることで、まあ、具体的、まあ、その具体例っていうのが、まあ、ちょっとその情報が本当に正しいかどうかとか、
か、まあ、あと他には、まあ、ちょっと短絡的思考って言いますか、まああのまあ、みんな死んだら問題解決するんじゃないかとかそういう考え方をや、まあ、するんじゃなくてっていうのが、まあ、そうやって積極的な受信っていう感じですね。受け取り方を変えていくっていうのが一つと、でもう一つの積極的な配信っていうのが、まあ、その積極的な受信を含めた上で、まあ、大なり小なり少しでもいいから行動していこうっていう感じで、まあ、例えばグレタさんみたいに、まあ、その環境問題解決の方向へ、まあ、積極的にアプローチしたりとか、あのまあ方向性はそれがすごい正しいかどうか置いておいて、まあ、事実そうやってグレタさんとか、まあ、FFF の人たちの活動でかなりそうやって環境問題が取り上げられて、まあ、みんなが意識していく機会っていうのは増えているので、まあ、そういう先導に加わるようなことをやっていくべきっていうのが一つと、まあ、けど全員が全員そういうことができるわけではないので、まあ、そういう人たちの活動に、まあ、ツイッターとかでいいねとかリツイートするとか、そういうことでも発信の一つかなと思ったり、まあ、もちろん、まあ、今までやってた、まあ、植林とか、そういった、まあ、環境活動も発信の一部であると思い、まあ、本当に自分たちでできることをしていくっていう、あの分かっててやらないっていうのは、僕学生なんでちょっと変な例え方するんですよ。まあ、勉強分かってやらなかったら頭良くないと一緒で、あの環境問題も、ああ、やばいなって思ってやらなかったら悪くなっていくだけだと思ってるんで、まあ、そういう感じで、まあ、こうやって、こうやって国とか国際社会の中で、まあ、主に先進国間とかでは、そうやってこの新しいスタンダードになっていく中で、そういうモードが。で、自分たちが進められていることは自分たちだって、もちろん国とか進めていくのもそうなんですけども、けどそれで抑えていくだけじゃなくて、やっぱ自分たちで動いた方がさらに早く進むと思っているんで、まあ、そこはどんどんやっていったらいいかなと思っています。はい、どうもありがとう。受信と発信という形で非常に分かりやすく意見をまとめてもらったと思います。受信の方はそのテレビなんかで情報を得るというだけじゃなくて、自分から積極的に情報を取りに行くということも言ってくれて、それから発信についてはこれも重要なことを言ってくれたかなと思ったんですが、グレタさんのようにですね、自ら行動するということだけではなくて、それに賛同するんであれば、自分でもそのいいねをつけるっていうごく小さなことであっても、何かしら積極的な能動的なものがあるっていうことも指摘をしてくれたかなというふうに思います。どうもありがとう。花田さんどうでしょうか。はい、私は大人なら選挙に行って、温暖化問題について積極的に、それから確実に実行してくれる人や政党に投票するっていうことが一番身近でやりやすいことだなと思っています。もしかしたら今の段階ではその環境問題にものすごく積極的っていうところがなかったりするかもしれないけど、まずそもそもの問題として、日本人は特に若い人が投票率が低いっていう問題もありますし、まずちゃんと言って自分たちの意見を聞いてほしいという意思表示から始めて、でそれから後から環境問題についてももっと、取り組んでほしいっていうことをアピールしていけるかなと思います。で高校生も投票できるのがまず18歳に引き下がって、ギリギリ高3生ができる、投票できるっていう機会があるかもしれないっていうところもありますし、まだ投票できる年齢になっていなくても確実にそのできるっていう年齢になっていくので、そういう時のためにちゃんと勉強して、どういう政党がどういう取り組みをしているかっていうこともしっかり勉強していく必要があると思いました。でそれからさっきの話で、地方自治体が住民の生の意見を、国の中心部に提出してほしいって言ったんですけど、そもそも生の意見届いてなかったらやりようがないので、せめてそんな大規模にしなくてもいいから、都道府県レベルで例えば署名でもいいですし、意見言うだけでもいいから、その投票っていう先の投票とかよりもさらにちょっと重みのある言葉を地方自治体に発信していく必要があるかなと思います。以上です。
はい、どうもありがとう。2つにまとめて言ってくれたと思います。1つは我々は民主主義の国に住んでるわけですから、選挙っていうものの大事さっていうものを確認するような意見を出してくれたと思いますね。選挙を通じて、この気候変動問題への取り組みっていうのを政府に促すと、求める、要求するということが必要じゃないかということを一つ言ってくれたと思います。で、高校生の皆さんの場合には、ギリギリ、選挙権を持つぐらいでもう卒業というようなことになってしまうけれども、じゃあ何もできないのかっていうとそうではなくて、自治体に対して自分たちの意思を伝えるようなそういう行動というのがあるんじゃないかということを言ってくれたと思います。さあ、いろんな意見がここまで出てきたと思うんですが、ここでですね、時間がもうあまり少なくなってきてはいますけれども、なんとかですね、他の人たちから、今日登壇してくれている、まあ登壇といっても今日オンラインですが、江守さんやそれから3人の高校生の発言者の人たちへのですね、質問やコメントをここで受け付けたいと思います。ただちょっとですね、時間が限られているので一度に集めさせてください、いいでしょうか。ということで、質問やコメントのある人は、これぐらいの人数ですとなんとか私の方で把握できるのではないかと思いますので、いきなりですね、このミュートを外してもらって手を挙げて発言してもらってもおそらくそんなに大丈夫じゃないかなと、一度 やらせてください。そして全員から意見を受け取って、そして、選択的にしか答えられないかもしれませんが、お答えしていただくと、そんな感じで進めたいと思います。それじゃ あ誰からでもどうぞ。どうでしょうか。どうでしょうか。誰か手が上がって、はい、ちょっと見えない。あ、八木さん。まず八木さん1番目、2番木下さん、他の人で私が見落としている人は、ちょっとお待ちください。峰山高校生徒と書かれて、戸石くん、他の人は西京高校の藤本さん、が4番目、他はいますか。他はいるでしょうか。ちょっとお待ちください。あ、さっき峰山高校の戸石くんですよね。あ、違いますか。ですよね、3番目でお願いします。いいですか。3番目で聞こえました。聞こえてます。じゃあ今の順番で、私が名前を挙げた順番。ごめんなさい。峰山高校から2名よろしいですか。あ、2名、はい、大丈夫です。そしたらもう1人の人は5番目で大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。分かりました、はい、じゃあそれでお願いします。まず1番目に私が名前を呼んだ人は誰でしたでしょうか。はい、まず八木さんからお願いします。その次が木下さんでしたか。違いましたか。2番目は、2番目、ちょっと確認したい。あれ、まず八木さんからいきましょう。はい、どうぞ。どうぞ。はい、失礼します。京都工学院の八木です。先ほど星川さんがおっしゃってた、その、一時、なんか特集とかで、そういう地球温暖化やばいよって言われても、一時的にしか思わないっていう話にちょっとつながるんですけど、まあ、勉強会の時に、江守先生がおっしゃってた、日本の人々っていうのは、その地球温暖化対策が、その生活を脅かすものであるって思ってる人が多いっていう話をしていただいたんですけど、その時になんでその日本の人々っていうのは外国の人々と違って、そういう地球温暖化対策イコール我慢やみたいな感じに捉えてしまうのかっていうのを疑問に思いましたので、質問させていただきます。はい、どうもありがとう。2番目に私が名前を挙げた人は誰でしたでしょうか。あれ、2番目に先ほど私が、ちょっと待ってください。おかしいね。2番目に私が名前を挙げた人は
すいません、木下って言ってはったと思うんですけど、今パソコンの電源が切れてしまったらしくて、はい、どうしましょう。あ、わかりました。わかりました。じゃあ、3番目の人が、峰山高校の、お一人で、もう一人が5番目で大丈夫でしょうか。じゃあまず、峰山高校のお一人の人どうぞ。はい、どうぞ。はい、失礼します。あ、発表者の人は、自分が答えられ、そうな範囲でいいので、ちょっとメモしておきましょうね。後からまとめて答えてもらいます。江守先生と一緒にまとめて答えてもらうので、適宜メモを釣りをしてください。答えられる範囲で大丈夫ですよ、発表者の人はね。じゃあ、峰山高校の戸石君で大丈夫ですか。はい、お願いします。江守先生に対しての質問でもよろしいですか。はい、大丈夫です。ちょっとなんかぶっ飛んだ質問考えちゃったんですけど、根本的になぜ地球温暖化は悪いことなのかっていうのを質問したくて、例えば食料不足だったら、僕全然そんな食べ物なくても生きていけるしとか、なんかすごい人ごとみたいに考えたりとか、生態系が減るっていうのも、なんか、いや、僕自身は動物好きなんで、まあ嫌だなって思うんですけど、別になんか虫とかどんどん減ったらいいじゃんとか、そう思う人ももしかしたらいるかもしれないし、海面とか上昇しても引っ越せばいいとか、そういう、まあ、考え方する人もいるんじゃないかなって思って聞きました。以上です。はい、どうもありがとう。さっき私が4番目って言った人は誰でしたでしょうか。はい、藤本さんお願いします。この前学校の英語の授業で自由にテーマ設定をしてスピーチをしてもいいという授業があって、そこでこのサミットについて話したんですけど、その時に結構いろんな人から興味を持ってもらえて、そういうふうにこういうサミットに参加するほどではなくて、団体に所属するほどとかでもないけど、自分がなんか生活の中でできる範囲であれば取り組みたいと思ってる人も結構いると思ってて、で今までの私の考えやったら節電をしたらいいとかそれぐらいに考えてたんですけど、でも節電を一人一人するだけでは間に合わないっていうのをおっしゃってて、そういうふうになんかもう今日何をしたらいいかみたいなことの、範囲で考えると、私たち高校生にできることって具体的に何なのかなっていうのが気になりました。はい、どうもありがとう。大きな問題を出してもらったと思います。ありがとうございます。さっき5番目って言った峰山高校のもう一人の生徒さん、ちょっとお名前がわからないです。はい、大道です。よろしくお願いします。はい、お願いします。前の方の質問とちょっと被ってしまうところあると思うんですけど、星川さんの意見でそのグレタさんを見てその行動、それに感化されて行動できるようになった人がいたり、またそれを見てもそれでそのあそういうことがあったんだって止まってしまう人がいるから、その継続的にその報道とかで流してもらうのがいいんじゃないかっていうのをさっき言ってはったと思うんですけど、そのまあ、忘れないっていうのも一つあると思うんですけど、別にそれ止まってしまう人が必ずしも忘れてしまっているっていうわけではないと思うんです。あ、ちょっとなんか見当違いなこと言ってるかもしれないですけど、そんなことがあったんだ、まあ誰かどうにかしてくれるでしょうみたいな感じの人も多分多いと思うんですね。で、その人がまあ実際にその江守先生 のスライドの中にもあった真っ赤な気候のもう温度上昇の図を見せてもらっても、現時点ではもしかしたら何も感じないかもしれないんですけど、多分実際にその自分の命に関わるような、まあ、言ってしまえばその尻に火がついたような状態にならないとそういう人たちは動かないのかなと僕自身思ってまして、まあ、そういう人を動かすためには、そういうのではちょっと足らないのかなと僕自身思ってるんですけど、ちょっとそのあたり聞いてみたいなと思いました。以上です。
はい、どうもありがとう。先ほど2番目って私が名前を挙げました木下さんが入ってくることができたと思うので、はい、手短にお願いします。藤本さんのと、似ているんですけれども、私たちが普段その身近に行える例えば電気を消すであったりとかそういう行動とデモとかクライメートストライキとか常識を変えるために必要な行動の橋がかりとなるような活動がないとなかなか今の高校生には、環境を良くするために脱炭素社会に向けてできる行動が限られてくるんじゃないかなっていうふうに思うのでその橋渡しとなるような活動には何があるだろうなっていうふうに思いました。以上です。はい、どうもありがとう。星川さんへのあるいは星川さんの発言に関わるような質問コメントがちょっとあったようなので、星川さんから、少し意見をもらってそして、その後江森さんの方からお願いできますか。で他のお二人の高校生からももしあれば一言ずつという形でそういうふうに進めたいと思います。まず星川さん大丈夫でしょうか。石川さん、温暖化日本人が温暖化対策というと我慢を連想するのはなぜかという点と、行動に移してない人を動かすにはどうしたらよいかということの2点でよろしいでしょうか。まず1点目の温暖化対策というと我慢を考えてしまうのはなぜかという質問に対してなんですけれど私個人の考えなんですが例えば江戸時代すいません話がちょっとぶっ飛んでしまうんですが江戸時代の生活というのは現代と比べて脱炭素はかなり脱炭素だと思うんですけれどでまあ、空気もきれいだとかそういうことがよく歴史の授業とかで小学校の歴史の授業でそう習ってああいいなと思ったんですけどただそこに戻りたいかと言われるとちょっと逡巡してしまうというかそういう面で、脱炭素でやっぱり不便今の生活水準と比べてやっぱり下がってしまうので不便になってしまうことがその充実感こう環境の充実感というものに勝ってしまうで日本は特にその脱炭素でありながら便利になる技術が少ないのではないかなと考えました。例えば車で言うと電気自動車水素電気自動車とかでも充電できるスタンドが少ないので環境にいいことは分かっているしもちろん排気ガスとか騒音とかもなくていいというのは分かってるけどそういう点において不便さが勝ってしまうのかなという思いました。すいませんちょっとピントがずれているのかもしれないんですけどそれで2点目なんですけど、温暖化について聞いても行動に移せない人たちを動かすにはどうしたらいいのかということについて、すいません、先ほどどなたがおっしゃっていたか失念してしまったんですが、日本人特有の罪悪感という言葉を誰かがおっしゃっていて、その自分が行動しないことによってどうなってしまうのかというビジョンが明確に示せればよいのかなと、例えばこう有効な対策を講じられないまま温暖化が進んでしまって取り返しのつかないところまでなってしまった地球の姿を
可視化するというか映像というかそういう映像にしてこうなったのはあなたのその誰かがやってくれるだろうとか自分には関係ないだろうっていうそういう気持ちのせいなんだよっていうのを例えば広告というか誰よく目につくようなこう掲示であったりそういうことが身の回りで嫌でも目につくようになっていけば、あやばいんだな大変なんだなって思えるのではないかなと思いました。はい、どうもありがとう。ちょっと順番を入れ替えさせてください。あと2人からの、 あの高校生の発表者の人からもし何か特にあれば1分ぐらいでまとめてもらっていいですかね。もしなければ、江守先生の方にというふうにしたいんですが、もあれば大丈夫でしょうか。花田さん、天野くん、あ、じゃあ天野くん、うん、はい、じゃあ、 短くまとめてもらって、はい、お願いします。あ、いいですかね。はい、星川さんのちょっと補足じゃないんですけど、ちょっと僕の考えなんですけど、今やんなかったら未来がやばくなるっていうので、じゃあみんなやん今関係ねえかやんないじゃんっていうのがあったんですけど、まあそれだったら今やんなかったら今やばくすればいいんじゃないのっていう、ちょっとすごいなんかちょっと過激なこと言うんですけど、まあ、未来はそうやって気温がやばくなって生活がやばくなるってことだったんで、だったら今からそれ出したらやばいよねって状況を作っちゃえばいいって思っちゃって、まあ、僕ちょっとさっき の、 政府の男とかのとか言えなかったんですけど、まあ、そこでちょっとなんかも今CO2 出した罰金とか企業とかしてるんですけど、だそれで出した配信応じて、でそれをもっと大きくとかしてなんか税金とかにもっとでかくして、もう2050年までちょっとずつちょっとずつ大きくしてって、もう2050年に排出したらもうその企業は叩き潰すぐらいのもうなんて言うんでしょうね、そういった変化が絶対あるんで、だからなんて言うんでしょうね、今なんか未来がやばくなるか今やらないんだったらもう今をやばくすればいいって、だまだ取り返しが効くんですよ、その方が絶対に。だから僕はそうしたらいいんじゃないかなっていう意見ですね。あ、それだけです。はい、はい、どうもありがとう。ありがとうな、しかし力強い意見だったかなと。花田さんから大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、じゃあ、すいません、江守さんの方から今の出てきた、質問コメントへのリプライと、それからそれに続けてその前の高校生3名に対する、何か江守さんの方からコメントがあればそれも続けてということで、ちょっとまとめのような形でお願いできればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっともう、どんどん答えていきたい、いきたいと思いますけれども、まず温暖化対策、日本人はなんで我慢だと思うのかっていうことですけれども、これは分かんないんですが、で逆にそのなんで他の国の人たちはそう思わないのかっていうのを考えるときに、他の国の人たちの方がもっとその気候変動、温暖化に対する危機感が強くて、で温暖化対策をするとその気候変動が収まるっていうことに対するメリットをもっと感じているっていうことは、まあ、一つはあるのかなというふうには思っています。であとはですね、この話ちょっとあるところで話をしていたら、日本人って減点主義だからじゃないですかっていう言った人がいたんですよね。日本人ってこれをしたら減点、あれをしたら減点だ、減点を少なくしようっていう考え方をしていないだろうかと、欧米の人はこれをしたらプラス、あれをしたらプラスだからもっとやろうっていうですね、まあ、もしかしたらそれ教育と、まあ、あるいは もっと文化的なことなのかもしれませんけれども、ちょっと関係あるのかもしれないと、まあ、これは全然仮説です。それからですね、なぜ温暖化は悪いことなのか、そもそも、っていう話と、なんかその聞いてもすぐ忘れてしまう人を動かすにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、関係してると思うんで、ちょっとまとめて答えたいと思うんですけど、なんで悪いかはもちろん、まあ、異常気象も増えるし、で特にその全然 CO2 を出してない発展途上国の人たちがひどい目に遭うわけですよね。でこれはよく考えたらとてもなんかひどいことだと思います。だけど自分のことじゃないから別に自分はどうでもいいっていうふうに思える人には全然大したことじゃないのかもしれない。でこれ感受性によると思うんですけど、
じゃあ、感受性ない人はどうするかっていうと、であるいはそれはなんかそういう危機の話を聞いてもすぐ忘れてしまう人はどうするかっていうと、まあ、僕は別に何も知ってくれなくてもいいかなというふうに個人的には思っています。で、そういう人たちはシステムが変わった後に後からついてきてくださいということだと思うんですよね。つまりもうその再エネが全部電気が全部再エネ 100% に世の中が日本全体がなれば、そういう人がいくら電気使っても CO2 出なくなりますので、まあ、関心を持った人たちからシステムを変える声を上げて、でシステムが変わってしまえば、まあ、やっぱそれも多様性の一部なので、本当に興味が持てないっていう人はもうそれでその後CO2 を出さなくなってくれればいいんじゃないかなと、まあ、僕自身はそういうふうに思ってます。あんまそういう言い方をするとこうなんか分断を煽るみたいな、あるいはそのエリート主義っぽくないかみたいなこともあるので、まあ、もうちょっと僕自身もよく考えたいと思いますけれども、まあ、みんなが興味持つ必要はないというふうに僕は思っています。でもそうじゃないと間に合わないからです。それからですね、まあ、今日何をしたらいいかっていうのと、デモと節電の間の橋渡しをするようなもうちょっとその中間的なアクションはないのかっていうこと、まあ、これも関係してるんで、まあ、これはですね、まあまあ、僕のアイデアとしては皆さん、もしそのスマホとかのニュースアプリでニュースを見ていたら、そのアプリのテーマっていうのがもし設定できたらですね、気候変動とか地球温暖化のテーマをフォローしてくださいというふうに言ってます。まあ、あるいはツイッターやってたらその、まあ、グレタさんフォローするんでも、まあ、何でもいいんですけれども、その情報を、定期的に目にできるようなセッティングを自分の中で行うと。でそれによって今日のですねお話にも、天野さんからですね、積極的な受信っていうことがありましたけれども、積極的な受信はそのアプリを設定すれば、ある意味では簡単にできるので、それをしてもらったら、でそれで、定期的にそういうニュースを見る癖がついて、で見てるうちにだんだん興味を持っていったらデモに行くかもしれないし、あるいはまあなんなかったらなんなかったでもいいけれども、例えばその他の人のアクションにいいねをしたりするようになるかもしれないし、もうこれもね、皆さん出していただいたアイデアですけれども、まあ、僕はそういうことでもいいんじゃないかなというふうに、思っています。それから天野さんが言ってくださったその、今やばくすれば将来やばい、じゃあ動かない人は今やばくすればいいんじゃないかって、まあ、それは罰金じゃないかっていう話なんですけれども、それはある意味でおっしゃる通り でそれが今政策的には非常に話題になってますカーボンプライシングっていうのはその話に近いと思うんですよね。でただですね、僕カーボンプライシングっていうのは罰金だと思ってやるのはあんまり好きじゃなくて、みんなやっぱ罰金って払いたくないんですよ。でそうするとなんかそういう制度を入れようっていうところでみんな反対しちゃうので、あるいは税金だと思うとみんな払いたくないですよね。なの で、まあ、僕はやっぱりその CO2 をたくさん出すような企業っていうのはたくさんお金払って、出さない企業ってのはむしろ儲かるというその差をよりつけるためにカーボンプライシングってあった方がいいと思いますけれども、まあただおっしゃっていただいたのは非常にその政策的には重要など真ん中の話だなというふうに思いました。でそれでちょっと遡りまして、皆さんの発言でですね2つ、ちょっとコメントしたいと思うんですけれども、星川さんが最初におっしゃっていただいた朝晩のニュースで継続的に危機を、その訴えたらどうかという話で、僕はメディアがもっと報道するべきだっていうのは大賛成なんですけれども、まあ、危機を煽るのがいいかどうかっていうのは諸説ありまして、で人間の心理としてやっぱりその危機だと言われ続けてもですね、まあ同時に解決策を言ってもらわないと、もう聞くのを麻痺してしまうとか、やめちゃうとか、聞かなくなってしまうとかっていうんですよね。で、まあ、やっぱりその希望があるような話じゃないと、人々は関心を持ち続けられないみたいな話があるので、まあ、危機と希望、まあ、希望というか解決策をメディアでもっと出すようにしたらいいんじゃないかというふうに思いました。それからですね、花田さんのお話の中で、政府や自治体が絶対間に合う計画を作ってくださいと、
いうのがありまして、これはある意味でおっしゃる通りで、そういうつもりで作んなくちゃいけないんだけれども、一方でですね、2050年ってどういう社会になってるかわからないので、ある計画を作ってその通りにやったらうまくいきますっていうものじゃないと思うんですよね。で、例えばその車をですね、どういうスケジュールでやったら全部電気、何年までに電気自動車になりますっていうふうに計画を作って計算を立てることはできるけれども、その間にその自動運転が常識になったり、なんとかになんか空飛ぶ車が出てきたりとか、なんかいろいろ今想像つかないことが多分いろいろ起こるんですよね。で、まあ、そうしたらじゃあ計画変更すればいいじゃないかって、ことで、もちろんいいんですけれども、やっぱりなんか、いろいろ想像つかないことも含めて、何かが起こって2050年には脱炭素になってる。で、それをなんか全体としてどういうふうにみんながそっちを目指せばいいのかっていうことを考えることが大事で、その計画を今作ってその通りにやりますということでは多分きっとないんじゃないかというふうに思いました。皆さん本当にありがとうございます。僕から以上です。はい、ありがとうございます。今日はですね、本当にいろいろな角度から高校生の皆さんから本音も含めてですね、いろいろな意見を出してもらってとっても良かったと思います。もう残念ながら時間も随分来てしまいました。私の司会の不手際でですね、私がもともと予想していたよりもずっとたくさんのですね、意見を出してもらったので活発に議論できましたけれども、もうこの辺りで閉じないといけないようです。最後に私から一言皆さんに、お願いです。今日、意見交換を他の高校の人たちとして、そしてまた江守先生として、いろんなことをいっぱい考えたと思うんですね。で、それをですね、ぜひ継続してください。ここ前の話にも出てたようにですね、社会の仕組みが変わるっていうことがぜひ必要で、みんなで良い心がけで毎日過ごしましょうっていうことでは解決できないような巨大な問題だと思うんですよね。ですから仕組みを変えていくためには継続的な関心を持つ人が増えていく、そしてその人たちがほんの小さな一歩でも何かする、そういうことが大事だと思うので、ぜひですね、今日いっぱい皆さん考えて、くれたと思いますが、その気持ちをですね、あるいはその関心を今後も継続してもらいたいと思います。私の司会の不手際で随分長くなって、申し訳ありませんでしたけれども、これでパネルディスカッションとしたいと思います。参加して、くれた皆さん、それから江守先生、どうも本当にありがとうございました。じゃあ相田さんの方にお返しします。はい、宇佐美先生、江守先生、本当にどうもありがとうございました。また参加いただいた生徒の皆さんも本当にお疲れ様でした。宇佐美先生、ああいうふうに言ってくださったんですけれども、そもそも開始の時間が随分とずれ込んでしまいましたので、その点参加していただいた皆様にお詫びいたします。宇佐美先生にも大変ご迷惑をおかけして失礼しました。高校生の皆さん、これまで3回の勉強会とですね、そして本日のサミットを含めて一緒に学びを重ねてきました。気候変動、地球温暖化に対する理解が随分深まったと思います。ぜひこれからも学び、アクションを考え、チャレンジを続けてもらえればと思っています。それでは最後に、記念写真を撮りたいと思いますので、先生方も含めて、皆様カメラをオンにしていただけますでしょうか。ポーズはゼロで記念写真の方を撮りたいと思いますので、ゼロのポーズってどんなポーズなんだということなんですけど、こんな感じですかね。顔が映るようにしていただければと思いますが、こういう感じかなと思います。顔の前に持ってくると顔が隠れてしまいますので、ちょっと横にずらしていただくと良いのかなと思いますけれども、これで記念写真の、準備が整えば記念写真を撮っていただきたいと思います。ちょっとこのままでお待ちください。花田さん、できますか。はい、ビャンバさんたちもできますかね。ちょっと見えないんですけどね。はい、ありがとうございます。いけましたか。はい、じゃあどうもありがとうございました。無事に撮影が終わったということで、これで終わりたいと思います。それでは以上をもちまして、高校生による気候行動サミットを、終了いたします。非常に長い時間ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。それではこれをもちまして終了いたします。ありがとうございました。